ニューストピックスです。人形供養の神社として知られる金沢市北安江2丁目の安江住吉神社が人形供養行事の若い世代への継承を進めています。神社ではコロナ禍となって以降人形の持ち込み件数が急増している一方、これまで中心となって供養に携わってきた氏子総代が高齢化しており、負担解消のため清掃年間に引き継ぐことにしました。今回はこの話題について社会部の土田記者に聞きます。土田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。コロナ禍以降どうして人形供養が急増しているんでしょうか。はい、神社では2002年からひな人形や五月人形、ぬいぐるみなどを通年で受け付け、お祓いした後持ち寄られた人形を焚き上げています。はい、コロナ禍となって以降外出自粛に伴う家財整理が理由とみられる人形の持ち込みが相次ぎました。ペースは現在も衰えず、持ち込み件数はコロナ前の約2倍となる月平均50件となっており、以前は 3,4 ヶ月に1回だった焚き上げも昨年からほぼ毎月行う状況となっています。引き継ぎのこの大きな理由は氏子総代の高齢化なんですね。はい、供養を始めた当初から人形の焚き上げなどに取り組んできた氏子総代は平均年齢が70代後半で、供養依頼の急増が大きな負担となっていました。はい、今回人形供養を引き継ぐのは2019年に発足した清掃年会安江住吉令和会で20から50代の氏子約20人が在籍しています。もともと毎年9月の神社行事子どもみこし渡御祭の運営などを目的に発足しましたが、コロナ禍で祭りが開催できない状況が続いており、人形供養の継承に名乗りを上げました。一気にメンバーが若返りますね。はい、加えて、神社では今年の春から菅野聡宮司の孫厚見啓司さんが禰宜につき人形のお祓いを手伝っています。厚見さんはゆくゆくは神社の宮司を継ぐ予定で、菅野宮司は愛着ある人形を大切に弔おうと県内外から多くの人が訪れる、行事が末永く続くよう若い世代に託したいと期待しています。令和会の北川会長も依頼者の気持ちに寄り添えるよう心を込めて取り組んでいきたいと意気込んでいます。そうですか。全国的に神社離れが進む中で氏子が一体となって頑張るこの姿っていうのは応援したくなりますね。そうですね。今回は社会部の土田記者に聞きました。土田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。